はい、一応ね、バンド名の由来なんですよね。ちょっと初めての方もいらっしゃると思います。そうですね、それは言ってた、今日初めての方どのくらいいらっしゃいますか、私たちを見るのは。ありがとうございますですね、846、なんでこの846と数字があるんだろうと、皆さんなんか、ね、最初の疑問として、上がると思います。クイズとか出してる時間はないんで。ああ、分かりました。この間ね、なんかすぐ分かってしまった人がいました。はい、ルート、あちらのババルートをね、まあ、その、と、まあ、通っていくかと言いますか、一緒にこう、死ぬ道ということで、その、最初の8なんですけども、今日はちょっと並びが、こう、ギターとマンドリンが逆転してしまいましたので、こちらから来ちゃってください。8、マンドリンの弦の数です。そうです、ね、日本の最高4つになってるんで、そうですね、8本だね。8ですね。で、ルート8、8、マンドリン、マンドリン、アンディガブシマです。で、次に、4といえば、もうクレーでございますね。4、4でベースか、ね、ベースか、まあ、ベースいや、思いますよね。確かに飛行軍さん、初めから、おっしゃったんです。最近の人の4つのクレラっていうね、まあ、5弦のクレラも6弦のクレラもあるのはあるんですが、一応ありますね。8弦もあ、そうだね、8弦もあるな。ということで、クレラが4ということで8、4、クレラで5から手持ちです。よろしくお願いします。はい、そうするともう6、6といえばもうギターですね。ギターにも確かに10弦ギターもありますし、12弦ギターもありますけど、7弦もありますね。7弦、あ、そうね、いろいろとありますが、まあ、あの基本的には、あ、今日はバンド主義だよね。今日はちょっといわゆる羽織気味のようにですね。そうですね、はい、ギターの三輪隆雄さん。そして、大体の4弦もう1本あります。8、4、6、4。はい、これがまあ普通に言える4弦のベースですね。ね、まあ、ベースも5弦も6弦もありますよね。12弦も12弦の、そう、12弦。どうやって弾くの？あ、指で弾くのか。でっかい弾いてもいいんですか？ああ、そうですね。いや、12弦はさすがに僕弾いたことないんですけど。ということで今日はちょっと小ぶりを持ってきましたね。ちょっと雨で心配だということで、いつもより大きいの。ベースの岡部昇。ということでですね、この音4人でやっておりまして、ということですね。じゃあ次、もう今日はノリノリ曲を中心。